ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回の動画では、植民地帝国時代のイギリスで起きた鉄道事故、D 橋事故を紹介していくぜ。鉄道事故なのに、事故名には橋の名前が付けられているね。そうなんだよ。というのも今回の事故は、鉄道そのものには何の問題もないからな。つまり、橋の方に原因があったから、事故名に橋の名前が付いているってこと？そういうことになる。一般的には落橋事故という言い方をするんだが、列車が橋の上を横断している最中に橋が壊れて、そのまま下を流れている川に落ちてしまうんだ。あらら、それはついてない。しかも、この D 橋事故のすごいところはな、この事故の原因となったとある問題点が、当時は世間になかなか認知されなかったことなんだ。とある問題点。要するに、なぜ橋の上を鉄道が通過している最中に落橋事故が起きてしまうのか、どうして十分な強度を確保できないのか、という原因についてだな。先に答えを言ってしまうと、使っている素材の強度が不十分で、設計時点でそれを考慮していなかったのが、今回の事故の大きな原因の一つにあったんだ。え、それってつまり、同じ素材や設計で作られた他の全ての橋で、同じような事故が起きてしまうかもしれないってことじゃない？その通り。しかし、この説は事故直後から早々に提唱されていたものの、なかなか取り上げられることがなかった。そして、霊夢の危惧したように、全く同じ問題点が原因で、イギリスでは類似の鉄道事故がしばらく続いてしまうんだよ。あ、アホすぎる。何がどうなってそんなことに？まずは事故そのものの経緯と当時の背景について、簡単に見ていくことにしようか。D 橋事故が起きたのは1847年5月24日のことだった。時代にして19世紀半ば、一番イギリスが油乗ってる時期って言われてるよね。18世紀後半の時点で、ヨーロッパ諸国に先駆けて産業革命の先駆者となったイギリスでは、すでに蒸気機関を取り入れた労働スタイルの変化と、石炭の利用によるエネルギー革命が進みきっていた。あ、そっか。産業革命ってイギリスから始まったんだよね。特に、19世紀後半からのビクトリア女王による統治時代は、イギリスの第二の全盛期と呼べる時代でな、世界の工場とも呼び称されるほどの工業力は他の追随を許さず、それによって得た富や軍事力で多くの植民地を支配していたんだ。冒頭でも言ってた、植民地帝国ってやつだね。しかし、世界に先駆けての工業化、大規模な都市化が進む一方で、都市化によって引き起こされる問題にも悩まされていた。都市化による問題って？国や自治体が発展して、悪いことなんてそうそうないでしょ？いや、これがそうとも限らないんだぜ。この19世紀半ばのイギリスでは、全人口の半数近くが都市圏に集中していたという話もあるくらいだ。うわ、めちゃくちゃ過密状態。しかも、機械の導入によって大規模生産が可能になったことで、それまで手作業で仕事していた職人たちが仕事を奪われるようにもなっていった。つまり、貧困問題が蔓延していたということだな。あ、それは聞いたことある。というか、それまで人間の手でやっていた作業が機械化して効率良くなって、結果として人々が仕事を失うのって、産業革命を経験した国では結構共通の問題だよね。その結果、ラッダイト運動と呼ばれる機械破壊運動が19世紀前半に起きたり、他にも、劣悪な公衆衛生や犯罪率の増加など、国の発展とは裏腹に人々の暮らしは必ずしも安定しているものとは言えない状況だった。むしろ治安悪くなっちゃってんじゃん。とまあ、そんな時代背景もあれ、イギリスがヨーロッパで最も工業的に栄えた時代であったことは間違いないわけだ。そして、それが蒸気機関車による鉄道を初めて導入した国という栄誉につながることになるんだぜ。イギリスが鉄道の先駆者だったんだね。18世紀末にはもう、木製のレールを用いた蒸気機関車による鉄道の開発が行われていたようだな。事故から20年ほど前の1825年には、鉄道の父の愛称で知られるジョージ・スティーブンソン氏が公共鉄道の実用化にも成功している。公共鉄？要するに、誰でも鉄道を使えるようになった、ということだ。それまでは理論や技術としての蒸気機関による輸送手段はあっても、社会実装まではされていなかったわけだ。なるほど、JR みたいなのを作ったのね。でも、事故から20年くらい前にようやく実用化されたってことは、まだまだ歴史が浅い時期に起きた事故だってことだな。なので、今では考えられないような常識の欠如やノウハウの不足が、当時としては当たり前の状態だった。それが動画の最初の方で言ってた、強度の不十分な素材を使ってたとかいうやつ？そういうことになる。
さて、1840年代といえばイギリス鉄道史の序盤にあったピークの時期でな、俗に鉄道狂時代とも言われていて、鉄道関連への投資が非常に盛んで、バブル経済にまで至ってしまったという。へえ、イギリスもバブルの時期ってあったんだね。つまり、世間的な鉄道ブームが到来したってことか。鉄道の実用化が加速して、主要都市を結ぶ鉄道網が急速に形成されてはいくものの、まだまだ関連技術やノウハウは今と比べて未熟な時期だった。B 橋とは、そんな時期に建てられた橋梁だったわけだな。もともとそこにあったんじゃなくて、鉄道を通すために建てられた新しい橋だったのね。うむ。D 川と呼ばれる河川を鉄道で横断して、効率的に対岸へ人や物資を運ぶための橋というわけだ。ジェスター&ホーリーヘッド鉄道という、ロンドンアイルランド間の輸送インフラの発展を目的として設立された企業が、その建設を担当している。完成したのは事故前年の1846年9月だな。ってことは、橋が建ってからたったの数ヶ月で落橋事故か。これほどのスピード感、まあ間違いなく設計時点で問題があったって感じだよね。事故の内容としてはシンプルなもので、D 橋を通過している最中の普通列車が、橋が崩れたことで全車両が川に落下してしまったというものだった。このために3人の乗客と警備員1人、そして核と呼ばれるボイラー室担当の職員1人、計5人が亡くなっているほか、9人の重傷者も出してしまった。車両全部が落っこちるってことは、一部が崩れたとかそういうレベルじゃなくって、思いっきり崩落したんだね。それにしても、鉄道の落橋事故にしては被害規模は小さいなって思ったけどさ。でもこういうのって被害者数の多さじゃないからね。その通りだ。何より、この事故から教訓を得て次に生かさなければ、繰り返し死傷者が出続けて、その数はとんでもないことになってしまうんだぜ。さて、ここからは事故の原因について見ていこう。動画序盤で素材の強度がうんぬんって言ってたやつね。それも含めて、この D 橋事故の崩落に至った原因は大きく分けて3つある。3つも事故の原因が、それぞれ設計者の知識不足、橋の素材に使われた鋳鉄の強度不足、直前に行われていた工事だな。だがまずは、鋳鉄の強度不足から見ていこうか。聞き慣れない単語が出てきたけど、鋳鉄って何？専門的な解説をすると長くなってしまうんだが、簡単に言うと、溶かした鉄を鋳型に流して固めただけのものだな。それは何が問題なの？一番の問題は、ただ溶かして固めただけの鉄の中には、炭素が多く含まれてしまっているということだ。カーボン含有量、と言ったりもするかな。そのために金属特有の遠征、すなわち、負荷がかかって壊れる前に大きく変形することで耐久するという性質がほとんどなくて、脆くて壊れやすかったんだ。ほほう、ほら、よくファンタジー系作品の鍛冶屋の演出で、高温で熱した熱を金床に乗せて、ハンマーで何度もガンガン叩く演出がされているだろう。ああ、あれね。なんか鍛冶屋のテンプレ描写だなって思ってたけど、よく考えてみればどうしてあんな作業やるのか分かってなかったわ。あれは、鉄の中から炭素を除去する作業なんだよ。炭素というのは要するに不純物なので、鉄の中にその不純物が含まれていると、その部分の結合が弱くなってしまうだろう。ああ、なるほど。おにぎりの中に無理やり具を詰め込もうとすると、米同士がちゃんと接着しなくてしっかりとした形にまとまらない、みたいなことかな。まあその理解でいいや。ともかく、結合が弱い部分があるとそこが脆くなって、負荷がかかった時に壊れてしまうよな。なので、ただ溶かして固めただけの鋳鉄よりも、高温で炭素を焼き尽くした錬鉄の方が金属の結合が強くて、強度で言うとずっと上なんだが。まあでも、わざわざその分だけ手間がかかるってことは、そうだな、ただ溶かして固めただけの鋳鉄の方が、時間的にも経済的にも圧倒的にコストが安かったのは間違いないだろう。一方で、コスト度外視でも絶対に壊れない素材を使わなければいけないような場面では、炎で鍛えた錬鉄を素材にしたというわけだ。余談ではあるが、この錬鉄も将来的には程よく炭素を含んでいた方がむしろ強度は上がるという、新たな法則の発見で生まれた鋼鉄にとって変わられるわけだが。なるほどね。実際、1820年代以降の鉄道史においては、錬鉄を素材に使ったレールが導入されるようになったんだ。それまで使っていた木製、あるいは鋳鉄製のレールから取って代わるようにしてな。あれ、でも D 橋は、うむ、ここで事故の起きた D 橋の構造に話を戻そうか。まず、この橋に使われていた建材としては、鋳鉄がメインだった。橋を支える橋桁と呼ばれる箇所があるんだが、これを鋳鉄で構成した上で、錬鉄の棒を添えて橋桁を補強するという構造だったそうだ。鉄道みたいに何度も何度も重たい乗り物が往復する橋を、強度に不安のある鋳鉄で作るのはかなり不安だけど、でも錬鉄で補強しているなら良いのかな？判断は難しいところだよな。
実際、事故の数ヶ月前にはこれで鉄道検査官の認可が通っているわけだし、とはいえ、結局それで事故が起きてしまっているんだから、設計時点のミスではあるんだよ。やっぱりそうだよね。なお、この設計を考えたのは、冒頭で紹介した鉄道の父ことジョージ・スティーブンソンの一人息子である、ロバート・スティーブンソン氏だぜ。うわぁ、二世タレントならぬ二世技術者。しかも、当時のロンドンの土木技師会では、移設はコストは安いが強度に不安があるので、橋桁に使うのはやめるべきだという警告までされていたんだが、ロバート氏はこの技師会の忠告をガン無視して、移設による建設を強行したんだ。それ、言っちゃ悪いけどこの人の責任めちゃくちゃでかくない。事故が起きた後はなんで鉄道を走らせるための橋にこんな脆い素材を使ってるんだ、と。かなり厳しく怒られたみたいだな。せっかくだからこのまま、第二の原因である設計者の知識不足について語っていこうか。設計者の知識不足って、要するにそのロバートさんが連鉄じゃなくて移鉄で鉄道橋を作りました。って話？もちろんそれも大きな過失だが、それだけじゃないんだ。さっき、メインの構造である移鉄の橋桁を、連鉄の棒を添えることで補強したって話したよな。実は、事故後の鉄道検査会による調査報告によって、この連鉄の棒はただ添えられているだけで、全く移鉄の橋桁を補強していなかったことが明らかになったんだ。一体どういうことなの？鉄道検査会の事故調査では、まず壊れた橋桁の詳しい検査が行われた。その上で、まだ壊れずに残っていた橋の上で改めて機関車を走らせて、橋の構造にどのような変化が生まれるかも検証したんだ。なるほど、再現実験ってわけだね。で、これで確かめたところ、機関車が橋の上を通過する前と通過している最中では、橋が数インチほど変異していることが判明した。つまり、何度も何度も繰り返し機関車が通過するたびに、移鉄が曲がっては戻り、戻っては曲がりという現象が起きていた。これがどういうことかわかるな？金属疲労が発生しちゃうね。そういうことだ。ただ、この変異を防ぐために備え付けられたのが、頑丈な連鉄で作られた棒だったはずなんだよ。これが移鉄を支えていれば、変異や金属疲労は防げたはずなんだ。でも実際その棒は、移鉄の橋桁の変形を防ぐ役割を担っていなかったと。そういうこと。ともあれ、どうして頑丈な連鉄ではなく脆いことで知られる移鉄をメインに使って橋を建てたんだというツッコミが一点。そして、移鉄を支えるために連鉄で補強したって言うけど全然補強になってないだろというので2点。ロバート・スティーブンソンは、その計算の甘さや知識の不足を大いに咎められることになった。いやでもこれ、あまり個人を責めるようなことはしたくないけど、ロバートさんのポカがあまりに大きすぎない？まあな。とはいえ、今回の D 橋事故が 100% 彼の責任だったのかというと、そうとも言い切れないんだ。確かに D 橋の設計にはもともと問題があったとはいえ、このタイミングで事故が起きたのにはもう一つの要因が絡んでくる。というと、この事故が起きたほんの数時間前に、D 橋では工事作業が行われていたんだ。一体どんな工事だったの？ことの発端は、少し前にロンドンの鉄道で橋が失火して崩落するという、別の鉄道事故があったことだ。この事故を受けて、D 橋では防火対策として、木造の部分を敷石で覆うという作業が行われていた。おお、過去にあった他の事故を教訓にして、再発防止に努めているじゃん。一見すると良いことだと思うけど、それは何が問題だったのさ。橋の上いっぱいに敷き詰めた敷石って、合計で何キログラムになると思う？あ、そういうことだ。ただでさえ蒸気機関車が上を走るだけで変形してしまうような、強度に問題がある設計の橋の上に、何十、何百と石材を敷き詰めて並べたんだ。橋にかかっていた負荷は、普段よりもずっと大きかったことだろうぜ。なるほど、だからこのタイミングで崩落事故が起きちゃったのね。事故を防ぐために行った対策が、別の事故を誘発してしまったってことか。なんとも皮肉だが、事故発生の要因の一つになったことに違いはない。もちろん、この防火対策が悪かったのかといえばそういうことではないんだけどな。因果関係と責任問題は別だもんね。そういうこと。そもそも設計時点で問題がなければ、敷石による負荷も耐えられていたはずだ。とにもかくにも設計時点の不備が最大の問題点だったというのは、当時としても共通見解だったようだな。さて、D 橋事故の原因となった3つの問題点について説明したが、移設の強度不足という問題については、この D 橋事故後もしばらく課題として残り続けた。どういうこと？まず、D 橋そのものの話をすると、その後もロバート氏のご利用しでしばらく移設を素材に使った橋桁が再建され続けたんだ。まあ、
それでもやっぱりうまくいかなかったので、最終的には連鉄を素材にして根本的に作り直したらしいんだけどな。いやいや、強度に問題がある素材を使って事故が起きたって話だったじゃん。なんで同じ素材で再建しちゃうのよ。また、伊鉄を建材として用いた橋は、当時はこの D 橋以外にも複数あってな。この事故から数年の間に、類似した落橋事故がイギリスの各地で発生することになる。ああ、もうめちゃくちゃだよこれ。で、19世紀末にようやく、居合鉄橋の事故があまりにも多すぎるだろ、と、一人の鉄道技師が立ち上がって、ようやく居鉄建材の入れ替えが進むようになったということだ。イギリスの鉄道士が18世紀末頃からだから、実に100年近くかかってるね。問題点は早々に指摘されていたんだが、やはり一度作ってしまったものをわざわざ作り直すとなると、手間も金もかかるから判断が慎重にならざるを得ないんだよな。とはいえ、ほったらかしておけばいつか大きな事故になるかもしれないじゃん。いつかはな。だが、自分が生きているうちに起きなければ、自分が責められることはない。いや、それはそうかもだけどさ、建設業界ってのはいつの時代も、モラルと利益のせめぎ合いに悩まされている。建材をケチったり、ずさんな設計をごまかした結果、取り返しのつかない事故に発展するってのは、現代でもしばしば起きることだからな。まあ、うちのチャンネルの過去の動画でも、そういう崩壊や崩落の事故ってあったもんね。と、いい感じに話がまとまったところで、今回の動画はこの辺で。動画への意見や感想があれば、ぜひコメント欄に残していってね。チャンネル登録や高評価ボタンも、良ければお願いします。というわけで、ご視聴ありがとうございました。